ただの取ってつけたエアロじゃないんですよ、うん、アルピナクーリングシステムって一応名前もついてるらしいですよ。このチューナーが専用のタイヤ、うん、ってすごくないですか。すごいですね。ポイントとしてはここスポーツもそうなんですけど、スポーツプラスじゃなくて、うん、逆にコンフォートプラスということで、そうアルピナ専用設定、軽やか、そうなんかあの踏んだ瞬間に V8 っていう雰囲気がない。確かに、はい、高速すごい、うん、めっちゃ初めて乗った時びっくりしました。これはびっくりしますね、はい、もう本当にフラットライドじゃないですか、はい、すごいですよね。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルピナ XB7 2021年式3000キロこちらの車両になります。またいいのが入ってきましたね。そうですね、あのすごく興味があるところといろいろ仕様を見たらかっこいい、ちょっと順番にご紹介させていただきたいと思います。でまずアルピナはもうそもそもブランド的なものが割と控えめというか、はい、もうどうだっていう感じじゃないじゃないですか。そうですね、うん、なので基本的にはもう X7 のトップグレードの M50i をベースに、まあ、ちょっとこの辺が大型のフロントエプロン、はい、ただこれもあの、うん、アルピナなんで当然クーリングなんかも全部考えられてて、はい、こうただの取ってつけたエアロじゃないんですよね、うん、アルピナクーリングシステムって一応名前もついてるらしいですよ。おでこの辺がしっかりついてて、うん、あとデコラインも、うん、はい、そうですね、デコラインも入ってます。ステッカーっすよね。そうです、そうっすよね、うん、これもしっかり入って、はい、これのありなしも選べるんですよね。そうです、選べます ね、 うん、で今回の車はこのシルバーのデコラインも入ってて、はい、アルピナのロゴがこんな感じで浮いてる感じ、浮いてる感じです、はいはい、これ前回り、決してこうすごく取ってつけた感はないんですけど、ちょっとこうスタイリッシュになって、うん、なんかこう精悍な顔つきで、なんか高級感アップしてますよね。確かに。でこの後中でも紹介するんですけど、うん、オフロードな感じがしない、うん、確かにしないですね。すごくなんか高級路線をなんか磨き上げられてる感じします、うん、でこの辺のグリルだったりだとかちょっとしたクロームのパーツなんかも、うん、まあ、ベースの X7 そのまま踏襲しながらも、うん、なんかちょっと高級感がある感じ、はい、あと装備的なものはもうほぼほぼフルフルでついてると思ってもらっていいんですよね、うん、そうです、もうそもそも X7 がもうトップレンジ、そうですね、 SUV のトップレンジであるのと、うん、アルピナが、さらにその上行く存在ですから、はい、の LED の、うん、このレーザーのヘッドライトもそうですし、カメラ関係も全部フルフルでついてると、はい、あと内装でご紹介しますけれども、ハンズオフ付きの、うん、運転支援なんかも全部ついてると、はい、早速横に回っていきましょうか。ホイールの方が、うん、今回の車オプションの23インチ、そうです、アルピナクラシックを履いてると、はい、うん、標準これ21なんですよね。21、あ、標準21でしたっけ、はい、でオプションで23になるということで、うん、でベース、はい、あ、ベースになる M50 も22みたいな、オプションで22が選べるんですよね、確かかと思います、はい、でサイズの方が M50i の標準の22インチよりかもサイズアップしてて、うん、フロントが285、はい、おなじみのアルピナ認証タイヤですよ、ね、うん、これ一チューナーというか、うん、もう立ち位置的にはもうメーカーに近いですけど、そうですね、このチューナーがその専用のタイヤ、うん、ってすごくないですか。すごいですね。ブラバスですらまだブラバス認証タイヤって見たことないですよ。あ、確かにそうですね。そう考えるともうタイヤまで、うん、もちろんそのベースのタイヤあってですけど、うん、そこを含めて開発してるのはやっぱりすごいな、うん、そしてこの23インチももう変わんないっすね。はい、こんなホイールありますね。BBS の LM じゃないですけど、はい、何十年経ってもかっこいいし、うん、もうどんな車にも似合う、うん、こんな感じのホイールが装着されてて、はい、まあ、当然まあ軽量化にもつながってますし、うん、まあ、サイズも変わってますんで走りの部分に関してもまあチューニングがされてる、はい、あとはキャリパーの方はおなじみのこのブルーのキャリパー、アルピナロゴになって、はい、まあ、サイズ的にはおそらく変わってないんじゃないかなと思いますね。そうですよね、はい、こちらのブレーキ、そしてサスペンションの方が、うん、当然アルピナの方のチューニングされたサスペンション、はい、アルピナダンパーキネマティクス、うん、高速走行時160キロでまず20ミリダウン、そうですね、で250キロ以上出すと40ミリダウン、さらにそうですね、でスポーツモードに入れるともれなく40ミリダウンするような、はい、サスペンションになってて、これも当然チューニングされてるんで、はい、アルピナの乗り味という、うん、そうですね、だって冷静に考えたらベースの
X7 が1600万円ぐらいからじゃないですか。はい。そこからさらにもうほぼ外観というか、うん、以外の部分にプラスしてエンジン、はい、シャーシー、サスペンション、はい、うん、ほぼそこに全てお金をつぎ込んでるってすごい車ですよ ね。で、気になる乗り味の方はやっぱり究極のところは乗ってなんぼだと思うので、はい、乗り味の方はちょっと確認したいと思います。一応アルピナ曰く、はい、パフォーマンスとラグジュアリーを両立させている、うん、最先端のサスペンションテクノロジーということで、はい、そもそも X7 乗ったのもだいぶ前ですし、はい、乗り味の違い僕レベルでどんだけ分かるか分からないですけどちょっと乗ってみたいと思います、はい、そしてあとは今回の車フロント同様デコラインが入っているということで、うん、これなんかちょっと低く感じるんですけど気のせいですか？車体がですか？いや、デコラインが。ああ、そうですか、はい、なんかこの大きいからかもうちょっとなんか上にこうデコラインあった。でもそういう風に言われるとガラスの高さが結構高い感じがしますね。だからですかね、ここの比率でこうちょっとこれが下がって見えるんですかね。若干黄金比がずれてるかもしれないです。でもこのラインが入るだけで全然横のシルエットが違うの違いますね。ちょっとスタイリッシュに見えるということで本当にそうですね。そしてあとモール類なんかは全部黒です、はい、ルフレールなんかも黒ですけども、ここの下の部分はメッキが、はい、だこの辺もうまいですよね、比率が、うんうん、メッキゴテゴテしすぎず、はい、ちゃんとラグジュアリーな感じとスポーツな高級感残してね、うん、あと今回いいなと思ったのはスケスケのガラスなんですよ。いいですねこれね。もちろんその実用性で言ったらスモーク張りましょうっていう感じなんですけど、ブラインドついてるじゃないですか。そうですね。でこの中の今回明るい内装、はい、これだいぶいいなと思って、うん、あえて 見せる感じで、まあ、貼るのももちろん簡単ですけど、まあ当然、はい、貼ってあるの剥がすの結構大変じゃないですか。そうですね。そしてやっぱりこの、まあ、駐車環境だったり使用環境によると思いますけど、うん、ぜひ僕的にはこの内装を見ていただきたい、うん、ということで今回貼ってないのはかなり僕的にはこう印象です。いいですね。そして後ろの方がグーッと太くなって、うん、M50 でも315ですけど、はい、さらにサイズアップして325、3023ということで、はい、でもそんなに出てないんですよ、ね、そんなでもないですね。もっといけんじゃないかっていう、はい、なぜならスペーサー入れてもうちょっと出してもいい、出したいぐらいですね、はい、でもこれ多分上品な感じでいくと、うん、これでこうバッチリなセットアップなんでしょう。綺麗に収まってますからね。こんな感じの後ろになってる。そして後ろもキャリパーがブルーにペイントされてて、まあ、片押しなんでロゴは入らないんですけど、はい、こんな感じのキャリパーになっております。うん、じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。リア当然アルピナエンブレムになってて、うん、はいはい、そしてリアのスカートの方が専用品になるんですかね、うんうん、はい、そうですね。このピンが付いてるタイプ、はい、これも控えめっすね。控えめですね。なんかアルピナって新型を出すためになんかどんどん控えめになってるっていうか、まあ、でもベースになってる BM がいいかなっていう、まあ、確かに空力的にね、うん、あとはレースなんかもやってたんで、はい、もっとこうちょっと主張してても成立しそうですけど、はい、すごく控えめな、うん、そして、マフラーの方が専用のアルピナのエキゾーストシステム、はいはい、こちらの方もちょっと音後で聞いてみたいと思います。うん、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装の前に鍵が専用の、はい、これかっこいいですね。かっこいいっす。こんな感じで、うん、でさっきもちょっと話してましたけど、はい、鍵とかステアリングはアルピナになるのに、うん、車の前後は BM のマークのまんまってい う, そ, う、まあ、その辺はいろいろ大人の事情がありそうですね。あるっていう、その辺詳しい方いたら教えていただけると助かります、はい、そしてドアの方は当然のソフトクローズ付きということで、はい、まあ、この辺はもうトップレンジですからね。当たり前です、ね、はい、当然のように付いてる、はい、そして内装の方がステアリングだったりメーター当然専用品がついてて、はい、ステアリングちょっとこれいろいろ資料見たんですけど、うん、大きく形変えないじゃないですか。そうですね。それってステアリングの機能がいろいろ追加されてるんで変えられないらしいですよ、うん、はー、そういうことなんですか。運転支援のその ADAS とかついてて、うん、ステアリングのセンサーがいろいろついてるんで、なるほど、大きく変えられないと思う。そっか。ただ表皮に関しては専用のこのスベスベのレザーになってて、うん、触り心地めっちゃいいですね。めっちゃいいよねこれ。あとは、メーターの方当然このアルピナのブルーのメーターになってる、はい、うん、あと今回のお車はもうそもそも、オプションの方がフルレザー、うん、メリのインテリアがついてるんで、はい、うん、もう全部レザーですね。そうです。もうダッシュ下もそうですし、うん、ドアに関してもさすがにこのポケットの中までは貼られてないですけど、この下側も全部レザーになってステッチも入ってる、はい、内装の高級感がやっぱり抜群です。すごくいいですね。そしてシートの方に戻るとシートは18ウェイぐらいですかね、はい、もう調整し放題のシートと、はい、残念ながらマッサージはついてないみたいなんですけれども、そうですね、ベンチレーションシートヒーター付きのこのヘッドレストにエンボスの入ったタイプ、はい、これ内装の特別感も今回の車は、うん、
どっちかというと控えめの方ですけど、控えてありますね、うん、あのベースが良すぎます、はい、そしてシフトなんかも、うん、おなじみのこのクリスタルとかガラスのシフトですけれども、はい、コマンダの方がアルピナのロゴが入ってる、うん、この辺の高級感も抜かりない、はい、であとはダッシュボードの、パネルとあとはドリンクホルダーの蓋ですかね、はい、そこのところに、アルピナのロゴも入ってると、はい、こんな感じの内装になっております、うん、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、ちょっと前で触れるの忘れちゃいましたけどドアシェルも当然アルピナのドアシェルになってて、はいね、これ距離薄なんでまだ養生剥がしてないんですよね。そうです、はい、そしてマットの方も専用のマットになってると、はい、リアはエンターテインメントこれ結構するんですよね、うん、はい、オプションで36万円ぐらいするそうです。エンターテインメントが、両方ついてると、はい、もう SUV の形してるんですけどもうなんか7シリーズに近いぐらいの装備が、はい、そうですね、なんかあの高速道路を超高速で安定して走る SUV みたいな290キロ巡航できる、そうですね、とんでも SUV なんで、だから一瞬の最高速したらもっと上なんですよね。そしてリアシートも当然パワーですし、うん、リクライニングもついてて下見でちょっと僕座らせていただいたんですけど、はい、あのそんなにめちゃくちゃ広いよっていうわけじゃないんですけど、うん、十分十分ですよね、まあ、ここに関してはもっと広い車あるなって感じですけどリクライニングできるのと、うん、あとこれ後ろまで下げられるのだいぶいいなっていう、そうですね、そしてあとはシェードだったりだとか、うん、サンルーフ関係なんかも全部ここで操作できる、はい、あと開いてる閉じてるっていうのが、うん、もうランプがついて、はい、もうすぐパッと見で分かる、分かります、ね、この辺なんかのこの至れり尽くせり感も、うん、もうさすがトップレンジという感じで、はい、そしてエアコンは当然のポーゾーンです、ポーゾーンですね、はい、こちらのタイプになっております、はい、じゃあ続いて3列目見てみたいんですけれども乗り込む前にこの運転席のここですね、うん、ポチッと押していただけるとご覧ください。まずフロントのシートがちょっと起きてそれから2列目が軽く畳まれる感じですかね。はい、そうですね、はい、こんな感じで、ああいい感じですね、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、3列目はさすがにそんなに快適っていう感じじゃないですけど、うん、そうですね、ギリギリいけます、はい、だいたい20センチぐらいですかね、うん、ちょっとあの体育座りに近い感じになりますけども、はい、で高さに関しては僕身長175ですけどギリギリ天井に当たるか当たらないかぐらい。でも意外と大丈夫なんだね。意外に大丈夫です。なんで僕が大丈夫なんで、はい、大抵の人は大丈夫。お子さんだったら全然くつろいでいけると思います。そうですね。そしてこちらちょっとカメラで見えにくいんですけどシートヒーターが3列目もなんと揃ってますんで、うん、まあ、3列目の最低限の快適性も備わっていると、はい、こんな感じになっております。続いてトランクを見てみたいと思います、はい、はい、当然のフルパワーで、はい、下側もパーなんですよね。そうです。でこれ戻るのも当然パーなんですよ、はいはい、こんな感じで、うん、なんかもうレンジローバーみたいに全部電灯ですね。そうですね。そしてトランクの方がさすがに3列あるんで、はい、あ、まあしょうがないかな。あの容量的にはこう3列使ってる状態だと少ないんですけど、はい、それでも326リットルということで、はい、まあ、割と、まあ、日常の買い物ぐらい、はい、そのバッグ2個ぐらいだったらいけるかな。入りますね。で、3列目畳んでいただければ2120リッターということで、はい、もうフルフルに使っていただけると、うん、そしてここでマイナス40ミリさせるような機構もついてるんで、はい、まあ、高さは割とあるんですけれども、うん、まあ、そういったものも、はい、ついてますと、はい、あれこれでしたっけ、うん、あ、それこれですよね、うん、はい、これを押していただければ車高が下がるようになっております、うん、でこちら側からシートを倒すこともできるように、はい、そしてこの下に少しだけ収納がある、はい、ただ奥行き結構あるんで、うん、まあ、結構いろいろ使えるんじゃないかな。入りますよね、はい、あの何ていうんですか、あの常時出し入れするものでなければ、あとトノカマもしっかり収納できるっていうのはかなりいいかなと、はい、はい、こんな感じになっております、うん、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 4.4 リッター V8 ツインターボビターボですね、はい、でこちらがなんと621馬力ということで、うん、ベースになっている M50 530馬力でしたっけ。はい、そうです。ここからググッとパワーアップしているということで、うん、でトルクの方も 81.6 キロ、うん、でこれは2000回転からもうずっと出っ放しのような、うん、これ車体が結構重たいんですもんね、うん、X7 って、うん、2.6 トンぐらい、2600キロぐらいある、そうですね、うん、それがなんと先ほどちょっと話でも出ましたけれども最高巡航速度、最高速度じゃなくて巡航速度ですもんね、290キロということで素晴らしいです。もう恐ろしいスペック、うん、でこことあとシャーシ、まあ、サスペンションなんかにほぼこうお金がかかってるっていう感じじゃないですか。そうですね、でもちろんそのお金かけようと思えば内装もさらにお金かけられますけれども、うん、
あのベースに対してそこにお金を投入するってすごいなという。だって0100も相当速いでしょ。4秒、 4.2 秒です。あとね、 4.2 秒です。相当速いですよ。ちなみについ先日取ったディフェンダーは、うん、あのまあ、それ300馬力なんですけど、はい、7.5 秒ぐらいかな。でも普通のそういうイメージじゃないですか。6秒、そう、はい、7秒そう。4秒台ってもう瞬速セダンというかモンスターセダンに近いぐらい。いや、そうですね、はい、で、ウェイトのそのハンデもあるわけじゃないですか、はい、ここってやっぱりもう他にないなという、うん、そしてこれに組み合わせるミッションの方が発足オートもアルピナスイッチトロニック付きの、そうですね、あのパドルの、はい、ちっちゃい版のやつですかね、はい、そうです。あれ土方さん、うん、あのアリ派ですか、ナシ派ですか。ナシ派ですね。ナシ派ですか、はい、うん、あのスマートでいいんですけど若干押しづらいですね。そうですね。でオプションでパドルもあるということ。パドルも一応あります。で今回の車は付いてないということで、はい、そちらと組み合わされています、うん、でもちろんミッションの方も、まあ、専用チューニングがされててスポーツオートマクティックトランスミッション、はい、これ特別設計のものになっているそうです、はい、続いて東海類見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。参りましょう。はい、行きましょう。ちょっとあの中での紹介で内装ほとんど触れてなかったんで、うん、はい、まあ、軽く触れますと、うん、もう全部ついてると言っても過言でない、うん、はい、メディアも充実してますし、うん、一通りこんな感じで、はい、あ、Spotify もあれなんですね、はい、入ってるんですね。入ってますね、まあ、この辺なんかはこうダイヤルですし、であとはこのダイヤルがやってきました、うん、クラフテッドクリスタルフィニッシュ、はい、って言うんですね、はい、のガラスらしいです、これ。おー、なるほど、はい、こんな感じ。素晴らしい。でこっちはアルピナもしっかり入ってて、うん、でもこの辺は X7 一緒ですよね。そう、一緒ですね。そして特別装備でこちらが、はい、71番です、うん、あ、いいですね、はい、そしてこっちにも、ここにも入ってるピアノブラックのダッシュです、はい、でまあ、基本的なものはもう BMW の人間工学に基づいた、うん、インテリアそのまんまなんで、はい、はい、であとはポイントとしてはここスポーツもそうなんですけど、スポーツプラスじゃなくて、うん、逆にコンフォートプラスということで、そう、アルピナ専用設定、はい、あ、これ車高上がってるんですか、これ。はい、上がってます、コンフォートで。なるほど、はい、でここにちっちゃくスポーツプラスって出てアルピナ専用、はい、そして内装でもちょっと触れましたけど1万5000個の LED がついたパノラマサンルーフ、これ夜撮りたかったですね。ね、はい、はい、気になる方は調べていただけると。はい、あと内装の質感シートはもう最高です。最高ですね、はい、やっぱりこうヘッドレストがいいですよね。ああ、いいと思いますね、これ、この絞れるやつ。そう、はい、まあ、この辺はもうベースが良すぎます、うん、はい、そしてあと何がいいなと思ったのは、うん、このドアポケの中、うん、高級感で言ったらベンテーガの勝ちだと思うんですよ、うん、ドアポケの中まで貼ってあるじゃないですか、レーザーが、うんうんうん、けど逆に貼ってあると、ユイさんも言ったけど、これ中濡れたものとか、そうかそうかそうか、硬いものとか入れられないって言ってたじゃないですか。あ、そうそう言ってたね。そうなんですよ。逆にこのプラスチックのままっていうのは実用性は割とあるかなっていう、うん、はい、ちょっと思いました、うん、さあ参りましょう。参りましょう。ああ、シートベルトはこの引いてくれるタイプですね、はい、でシートベルトもこの明るいグレーというかベージュというか、うん、そうですね、シートベルト色入ってる車いいっすよね、うん、高級感と赤とか黄色だったりするとスポーティーだったりするし、はい、うん、はい、あ、なんか分かります、さっき言ったこと。車確かに軽く感じますね。感じますよね、軽やか。そう、なんかあの踏んだ瞬間に V8 っていう雰囲気がない。確かに、はい、あの X3 の乗せてもらった時も結構びっくりしたんですけど、ああ、
X リブのアルビノも乗せてもらったんですよ、大宮店で。この時もびっくりしたんですけど、はい、え、滑らか、はい、え、本当にびっくりするぐらい高級になってますね、うん、エンジンのフィーリングは V8V8 してないでしょ。そうですね、踏んでないんで分かんないですけど、うん、なんかね、こう低速域から走り出しとかって特に、あ、これなんかあの23インチなんで、うんうん、扁平それなりに薄いんで、はい、あの路面の入力は適度にあります、うんうん、もちろん、はい、うん、ただ全然不快な感じは全くなくて、はい、むしろこう路面の状況が分かりやすいぐらいで、あ、そうですね、確かに、あんまりふわふわしちゃってると乗りづらいじゃないですか、はい、だからこういうちょっと段差でも、うんうん、音というかニュアンスだけは伝わってくるんですけど振動がない、はい、そうですね、はい、うん、そしてじゃあ600馬力、はい、今モードはコンフォートプラスです、はい、行きます。うわ、パワフルパワフルパワフルだけど、なんか全部やってくれる感じですね、車が、はい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 、なんかこうトルクの山は感じないし、はい、なんかそれでなんか前にちょっとそっちと話したときに V8 っていう雰囲気っていうか、なんかもう言われないと12気筒みたいな、確かもっと気筒数が多いぐらいのなんか感じがありますよね、滑らかさありますね。そうなんですよ、そうなんですごく、うわ、高速すごい、うん、好感が持てる感じですね。めっちゃなんか初めて乗ったときびっくりしました。だからこれはびっくりしますね、はい、もう本当にフラットライドじゃないですか、はい、すごいですよね、これすごいっすね、うん、コンフォート、うん、いや X3 のやつ乗せてもらった時も、はい、下道でちょっとブーッとしただけだったんですよ、うん、これ高速っすね、うん、進化を発揮するの、特にほら、X7 ベースなんでホイールベースも関係してくるでしょうし、はい、ただそうは言ってもこの重量を感じないじゃないですか全く、はい、それがすごいですね。あ、コンフォートにするとさっきよりもう少しこう、うん、路面の入力が車に来ますね、うん、いや全然なんだろう、こうめちゃくちゃ乗り心地いいんですけど、はい、フラフラしてこう、うん、不安になる感じ全くないです、うん、車はちゃんとずっとまっすぐ進んでってる感じ、はい、はいはい、いいですね、本当にまっすぐ進むんですね車が、すごいですね、あんなにでっかいタイヤ履いてるのに、うん、あ、コンフォートプラスの方が全然乗り心地いいですね、やっぱり、ね、はい、うん、後ろがタンってなる感じはやっぱりあります、うん、まあ、車重がその辺2トン600ありますからね。そうですよ、ちょっとあのスポーツでスポーツにします、はい、あ、スポーツにすると途端に V8 感が出るっす、うん、あ、じゃああれなのかな、人を吸収みたいな、足も全然硬いっす、ああ。あ、でも気筒吸収じゃないや、スポーツにするとパワーを出すからトルク感が違うの、マフラーも多分そうだね、うん、確かに、これはすごい、うん、すごいけど分かりづらい分かりやすさないっすよね、やっぱり、うんうん、本当に好きな人とか、うん、違いが分かる人が乗るイメージ、うん、あと走り出しちゃうとびっくりするぐらいなんか車の大きさ感じないです。あ、そうですね、はい、あ、いい車はなんかちっちゃい感じですよね、はい、で、車見切りがいいよね、この車もね。そうですね、やっぱり見切りがいいです、うん、割とミラーなんかもこの外側に出てて、あとパノラマですごい開放感もあるし、そうですね、後ろのそのブラインドの方なんかも、うん、まあ、スモーク合ってないっていうのもあると思うんですけど、うん、ウィンドウが比較的大きいじゃないですか、この車、はいはいはい、だって SUV なのにちゃんと後ろがカクってなってるんですよ、一番後ろのウィンドウがセットみたいな、あ、そうそうそうだね、紛れもない BM という、うん、ボーフェン・ジーペンさんでしたっけ、そうです、はい、タイプライタースタートでしたっけ、あ、そうなんですか、確か、へえ、もともとタイプライター屋さんかなんかで、その息子かなんかが、うん、そのチューニングでなんかウェーバーかなんかの、はい、キャブレーターの、はい、で、エンブレムがキャブとクランクなんですよね、うん、そうですそうです、
赤が情熱で、うん、青が知性でしたっけ。そう、そんなのがあると。 BM 用のキャブレーターを作ったんだよね。1500かなんかのやつですね。あ、そう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 、はい、それが始まりですね。でそれがちょっとその中でも話しましたけど、うん、間もなく大きな変化を迎えようとしているという、うん、BM も電動化に大きく舵を切ろうとしてるじゃないですか、はい、アルピナどうなんのと、うんうんうん、でついこの間のニュースで、うん、ついにアルピナ BMW 傘下へって、うん、そういうタイトルのニュースが多かったんですよ、うんうん、で僕も傘下になるんだな、うん、でもう一回こう今日そのニュースに関したら、はい、完全に傘下になるわけじゃないみたいです、うんうん、だから25年までは今まで通りで、26年に商標が移るらしいです、はい、BM に。そうですよね、はい、でしかも今日の今日まで、うん、資本提携というか、うん、はい、はない、はい、一切ないですね。あくまでも全然別の会社の別の車を作ってる会社っていう、うん、っていうことみたいです。なるほど。だもっとなんかこう何ですか、通通で、うん、はい、やってるのかなと思ったら意外にそうじゃないという、うん、ちょっとコーナーを、あ、全然ロールしない。あ、しないね。あ、全然ロールしないですね。本当だ。まあスポーツっていうのもあるかもしれないですけど、はい、そしてステアリングはやっぱりスポーツにするとしっとり重いっす、うん、BM らしい、うん、しっとり重ステアリングになります。でもスポーツでもこのぐらいの乗り食い味だったら良くないですかね。いや全然全然、ね、いいと思いますよ。普通のスポーツってもっと硬くなっちゃうじゃないですか。そうですね、うん、電動化になったら本当にアルビナどうなっちゃうんですかね。どうなるんですかっていうことみたいですよ。でもその大きな変化っていう電動化、はい、そうだよね。でも割と前のめりなメーカーじゃないですか BM、はい、今、はい、はい、果たして、うん、アルピナ XE7 とか出るのかなっていう。いや分かんないですけど、いや出るんじゃないですか。ちょっとグイッと踏んでいいですか。いいよ。速いけどすごい滑らか。吹き上がり滑らかですね。あと本当になんていうかな、トルクが一定にバーってますね、うん、フラットだよね。フラットです。乗りにくさがない、加速にのこうなんか息継ぎというか波がない、うんうん、ずっと加速してきますね。そう、途切れない感じ。だって言ったらこれフェラーリより貴重な車ですよ。はい確かにフェラーリだって年間1000台ぐらい入ってきてるのに、うん、わずか100台200台ねえ。ああこれちょっと本当にでも多分ですけど、うん、乗ってる感じと助手席だいぶ違うだろうなと思いました。なんか今のそのダダダダっていう。そう、はい、なんかでも助手席乗ってるとすごくいい感じ、いい車だなと思いますよ。高級車ですね、はい、本当に極めてる。これなんかものすごい高級車です。もう一回コンフォート戻していいですか。はい、スポーツにするとやっぱりステアリングもう露骨に硬い、うん、重いですね、うん、まあ重いって言っても全然普通の車のスポーツより全然軽いですけど、はい、はい、本当にフラットライド、うん、本当に23インチですかって感じですね。ね、バタバタ言わないね。相当見えないところの補強されてんだろうねきっと。どこまでやってあるか全部こう違う一覧欲しいですよ。欲しい、うん、シャーシのこことここをやり直してますみたいな、うん、いろいろさレビューとか海外のやつとか見たんですけど、うん、あんまり詳しく書いてるなって、うん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 、まあ、シャーシ足回りエンジンやり直してますみたいな、うん、で昔はもっとだってスパルタンだったんですもんね。全然レースとか出て全然スパルタンでしたね。ですよね、はい、それが一気にこの高級車に作り直す、うん、そうですね。90年代半ばぐらいから。その頃全然知らないんですよね。あ、そうですか。そうなんですよ。
なんか当時としてはまだあの、はい、少数で珍しかったアルカンターラをふんだんに使った内装とか、しかもそのアルカンターラを使っているその色の色があの今で、まあ、なんかこう分かりやすく言うと紫とか、はい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 、あのすごく明るいブルーだったりとか、はい、それいい30時代とか、それはね36時代かな確か、エディション30だったかな、30周年記念モデルでちょうど36の時に、はい、出てたモデルとかあるんですけど、はい、内装もすごく艶やかな色で外装色も綺麗で、そこからなんかこうラグジュアリーじゃないですけど、はい、そっちの路線に力が入ってきたなみたいな、走り一辺倒じゃなくて走りもあるんだけどコンフォートな方にもちゃんと、そうです、内装の作り込みもしっかりと作り直すみたいな、これコンフォートプラス本当すごいですね。うん、すごいね。やっぱりあのアルピナってその何度も言うことになりますけど、はい、現代的なチューニングカーの感じから言うと地味じゃないですか。そうですね。でも多分理由があるんでしょうね。あの BMW を完全にちゃんと基本としてそこからさらにいい方向にみたいな、アルピナの独自として作り直す感覚じゃなくて BM ありきでこうしっかりとリセッティングしてるというか、アルピナの考え方技法によって作り直されてるっていう、本当にチューニング調律の方のチューニングですよね。ああ、そうですね、本当そう、まさにそんな感じだと思います。だからボディーワークね、スポット溶接が違うとかいろいろあるじゃないですか。だから単純にアルピナの足回りを入れたところで同じ乗り味にはならないって昔から言われますからね。細かいところの違いの集大成で、まあ、タイヤまで専用のやつにしてるぐらいですから、ね、いやでも冷静に考えたらすごいよね。メーカーもちゃんとそれに応えて作ってくれるし、はい、だって年間生産台数何台なんだよっていう話なわけじゃないですか。それをね、大手のタイヤメーカーがちゃんと依頼通り作ってくれるっていう、本当っすよね、うん、それもすごい。でしかもちゃんとその BMW の認証を受けてるから、うん、全部 BM で保証が受けられるわけじゃないですか。そうですね、ここがすごいです。もう全然いいね、はい、チューナーレベルじゃないですね、やってることがね。いや本当っすね、メーカーのなんかちょっと、うん、一ブランドというか、そうですそうです、はい、本当そんな感じだよね。ですよね、うん、ただまた AMG とかと全然違うから、うん、アウディの RS とかとも違うし、うん、基本的なものは BM なんでめっちゃ乗りやすいです。そうですね、うん、ペダルレイアウトもそうだし、うんうん、ステアリングもそうだし、うん、右でいいし、うん、なんかほんと BMW の右ハンドルって良くなったよね。なんか昔の右ハンドルってほんとひどかったから。あ、そうなんですか、うん、ほんと良くなった。それいつぐらいの話ですか。46とかも結構まだ癖ありました。癖あったね、疲れるなーっていう感じだったりとか、はい、ありました。49、ああそうな、46まではあったかな。9、これ右しかないんですよね。うん、90系はだいぶいいのかな。だから右ハンドル左ハンドルって昔アルピナって価格も違うし馬力も違ったんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。へ、それはなぜかというとスタイリングの位置変わるじゃないですか、はい、だからスタイリングのギアボックスの位置もひっくり返ってくるから、はい、駅前の形状も変わってくるから効率が悪くなってパワーが10馬力落ちるとか、はいはいはい、でも右ハンドルの方が後から作るから左ベースで作るのでお金かかる。確かに未だにそのメルセデスとかもそうだけど、うん、あの、うん、駅前の取り回しで右ハンドルになると、うん、スタイリング の、 そのシャフトを避けるためにすごい形になっちゃう。そうなんだよね。あれ絶対排気効率違うだろうと思うのはあるんですけど、ね、うん、いや絶対違うと思いますよ。全く一緒じゃないですよね。一緒じゃないと思います。だってこんな潰れてたりするんですよ、はい、ステアリングのシャフト逃がすと。そうですね、ちょっと強引だもんね、あれ見るとね。あの潰れてる状態でパワーが少ない車で
200馬力で、左ハンドルでハイクリスが言うと215馬力ぐらいなんじゃない、もしかするとよく最低馬力のカタログ表示ってよくドイツ車は言うじゃないですか、平均値じゃなくて。確かに実際測ると余計に出てるなんてあるあるですから ねドイツ車は、うん、早いし、本当に V8 感がない。ないよね。ないですね、うん、音でわずかに感じるぐらい。そう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 、滑らか、うん、いいなこの車、いいな。これでもちょっとクロートすぎません？本当だね、確かにね価格帯的にもこの価格帯になったら、うん、選択肢めっちゃバーって広がるじゃないですか。はい、そんな中で、うん、もう見た目ほぼ X7 ですよ、うん、はい、見る人がまあ見れば、うん、アルフィナだって分かりますけど、うん、ここにお金がかけられる人ってすっごい贅沢じゃないですか。贅沢だよね。すっごい贅沢だし、すっごい分かってる人ですよね。なんか、うん、でも日本はアルピナが好きというか、アルピナを分かってる人がたくさんいるってことでしょ。日本の割合でもそこそこ多くて、ね、マーケットが世界2位ってことなんでね。ちなみに1位はどこですか。え、ドイツじゃないんですか。あ、そうなんですか。分かんないです、1位は調べなかったです。うん、でも本国ですよね。そうなのかな、はあ、ドイツはもうチューナー文化じゃないですか。確かに、はい、うん、いろんなメーカーチューナーありますからね、うん、いやこれ本当にあんな太い大杯の底辺平履いてると思えないですよね、うん、後ろどう、後ろちょっと感じるかなって思う、うん、全くなんだ、うん、運転席だと多少こう後ろのこうこのうん、あれはあるのかなっていうのを、うん、ちょっと感じますけど、突き上げ感があるような気がするね、前に座ってるとね、後ろのタンってこうキャビンが動いちゃってるかなっていうの、うん、あ、全くないんだ。音だけなんだね。じゃあこのタイヤのタタンっていう音だけ。いやでも本当に23インチの乗り心地じゃないですよ。すごいねこれね、フラフラしないし、うん、これ本当に眠くなるねなるなる、すごいな、すごいわ、改めてこれで。だって290キロで巡航できるんですよ。そうだよ、このバカでかい車が、うん、巡航ってまたその瞬間的に出るのと全く話が違うじゃないですか。そうだから、ちゃんと操作できて、ちゃんと車が安定して走ってる状態を歩きなって巡航速度って言い方をするからね。間違いなく290キロで他の障害がなければこの車としては安定して走れるよと。新幹線より速いですよ、ね、いやこれちょっとアウトバーンでぶっ飛ばしてみたいですね、バーって、うん、あれここアウトバーンじゃないの。いやそれ免許なくなっちゃいます。あ、そうですねだからちょっと日本で乗るには、はい、宝の持ち腐れになっちゃうかねないですけど。かねない。ただでもこのフラットライドな感じはもう全然100キロぐらいでも圧倒的な違いは感じられると思います、うん、僕で分かるぐらいなんで、うん、いやでも普通にうちのお店の敷地に出た時におやと思ったでしょ、走り始めた瞬間に。おこのエンジン、全くなんか、ちょっと最初内装とか、うん、意外にこれ普通のやつじゃないですかって若干思ってすいませんって感じですよ、うん、本当ですよ、失礼ですよいやなんか分かりやすさを求めちゃうんですよね。はいはい、はい、ビジュアル的にもね。そうそうそう、うん、いや外装アルピナのグリーンだったらよかったなとか、はい、内装なんかアルピナ独特のこの作り直してるやつだったらよかったなとか思ったんですけど、はい、そこはもうプラスアルファのところなんですね。そうですね、やっぱりこの基本のベースのところは、うん、このシャーシとサスペンションと、うん、エンジンのこの調律のところ、うん、だから何かをとんがらせちゃうそのチューニングじゃなくて、うん、あくまでそのベースを持ってるところをそう調律するっていう、うん、なんかいいとこ取りというかいい調子で全体のバランスを引き上げるというかレベルを上げるというか、アルピナの解釈なんでしょうね多分。絶対普通に考えて乗り心地これだけ良かったら、うん、もっとこう車が動くと思いますよ。そうだね、全然こうお釣りっていうか余計な車の動きないし、うん、収まりいいもんね。収まりいいっす、うん、
ちょうど本当に視点の高い乗用車乗ってるぐらいの、うん、そのぐらいの安定感、うんうん、いいですね。まあでも X7 っていうのがまあまあトップレンジですからね。そう、うん、ベースがもちろんベースがいいのもありますよね、うん、当然あります。まあなんかそれにしてもさ、なんかやっぱりいいよねこれ。でも本当に寝てきますね。うん、うん、本当に大人4人5人で移動しても多分寝てくと思うな。うん、いやー快適です。快適でした。じゃあ最後にありますけど、いやこれまた良かったっすね。いいですね。なんかねやっぱり重さ感じさせないっていうか、走ったフィーリングも軽いじゃないですか。なんかすごいなと思います。ちょっとこのなんか重量感とボディの大きさにギャップを感じちゃうぐらいのこのパワフルな走り。そうなんですよ。そしてこの控えめな、はい、エクステリア、はい、言ったらなんかもうスペック的にはウルスぐらいこうとんがってていいんじゃないかっていうぐらいですけど、うん、知らない人が見たら BM に見えちゃうぐらいのこの控えめな、そうですね、ハマる方にはかなりハマる車じゃないかと思って、うん、で今市場にもかなり少ないんですよね台数が。本当少ないです。うん、なんか元々台数が、BMW 全体の 1% ぐらいの比率ということで、あうち 25% ぐらいがなんか日本ということで、あ、まあ、世界のマーケットではかなり大きい方らしいですよ、うん、日本。なるほど。それでもこの少なさじゃないですか。そうですね。やっぱり特別感もかなりあると思いますので、うん、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はアルピナ XB7 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。